ミワヨガへようこそ。朝のミワです。今日は皆さんに歩幅年齢のお話をしたいと思います。さあ、皆さんの歩幅年齢は何歳でしょうか？ウォーキングを、私は、自分のヨガスタジオで教えていて、もともとミスユニバース静岡大会の、ヨガの、ビューティーキャンプの講師を、7年ぐらい務めてます。でミスユニバースの女の子たちを、こう育てていくのを見ていく中で、ヨガの、ね、メソッドと、まあ、私もともとダンサーなので、あのダンスの体の動かし方と、ウォーキングのメソッドが重なって、今モデルさんを育成するクラスもやっています。そんな中で、ちょっとウォーキングには詳しいんです。で、歩幅年齢、20センチとか15センチぐらいで、ちょこ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 歩かれるおじいちゃんとおばあちゃん、イメージできますか皆さん？そういう、ね、歩き方になってしまうと、もう本当に股関節がカチカチな状態で、しゃがむことも、なんか物を拾って立ち上がるにも、すごく大変な状態になってしまいます。例えばお風呂の浴槽に入るだとかって言っても、やっぱり股関節を動かしますよね。自転車にまたがるでもそうです。車に、乗り込む時、降りる時でもやっぱり股関節っていうのは動かすので、そういう動作すらやっぱり股関節が硬くなってしまうと、大変になってきてしまうんですね。で、明日今日、外で皆さん歩かれる時に、自分の歩幅年齢をちょっと観察してみてください。足元をね。で、自分の歩幅年齢が、歩幅の幅が、だいたい40センチ、50センチ足を運べていれば、まあ、普通に歩いている状態ではあるんですけれども、それもどん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 やっぱり年齢とともに歩幅が狭くなっていくっていうのが、こう人間の悲しいかな自然現象です。この自然現象にやっぱり打ち勝っていく、体づくりをしていかないと、人生100年時代なので、皆さん70ぐらいで歩幅年齢が、すごく老いてしまうと、その後の人生本当大変になっちゃいますからね。歩幅ね、大きく動かせる体を、今から、自分でやっぱり日々注意して作っていくのがいいと思います。で、じゃあ歩幅年齢を、若く保つにはどうしたらいいかというと、まあ、日常の歩いている、時の意識を少し変えていただく。何を変えていただくかっていうと、足の運び方、どこから足を運ぶかっていうのを少し意識して、体の使い方を変えていただくといいと思います。まずは自分がいつもどこから、こう足を使って足を運んでいるかっていうのを感じていただくと、膝下、もしくはまあ少し股関節動かしているくらいで、まあ、40センチ50センチの歩幅っていうのは作れますね。で、それをもう少し上から、腰骨を触っていただいて、この腰骨の、5センチぐらい上から足を感じてください。そうすると、そこから足を運ぶようになると、もしね、右足を運ぶとなるとこうなっちゃいますよね。こうは歩かないわけなので、ね、おかしな人になっちゃうので、胸を正面に、向けていなければいけないとすると、腰の、ね、上から足を運ぶことで、背中をこう一回一回ツイストするっていう動作が歩きに加わるんですね。そうするとまさにアクティブバックメソッドで、またまた背中がどん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 活性化してきます。そして、一回一回の体でこうツイストしていくので、どんどんこう体を開けるように、股関節も動きが良くなってきます、ねね、そんな風にして、ちょっと歩幅を広げた、足を上から使った歩き方をしてみてください。今日のヨガトークでした。歩幅年齢若々しく。さあ、皆さんの歩幅年齢はどうなんでしょうか？今日明日お外でやってみてくださいね。週末はカチカチ男子のためのヨガスターティングプログラムのボリューム1、背中と、首、肩をほぐしていくプログラムを、日曜日に配信する予定です。もう録画も終わって、あとは今から編集を、コツコツとする状態になっています。もちろん男性、男子って言ってますけど、女性も背中本当に硬いです。
動かしていかないと、背中硬いと女性はね、首ここのね血流がリンパの流れとか血流が悪くなって、顔がね垂れたりとかシワができたりシミがねできたりっていう原因、あと頭皮ですね、頭皮毛が薄くなったりっていう状態にも、つながっていくので、男性だけでなく女性にも背中をほぐすっていうのはもう本当に大事です。ぜひ私のアクティブバックメソッドで、体の後ろ面、もっともっと使える体を作っていって、今日のお話ですけど歩幅年齢広い、健康的な体を作っていきましょう。それではまたヨガトークお越しください。今日はこれで終わりです。ありがとうございました。バイバイ。